ちょっと今日たくさん買ってきました。まず乾杯します、これで。ああ家でもあの健太飲みをしようと思って、あのあトクトクトク、もうがっつり今日ちょっと買ってきたんで、わあ久しぶりのこのチューリップグラスで乾杯です。いただきます。うん、ああ今日も疲れたぜーってことで、うんうん、うまいっすね。ケンタッキーをねいっぱい買ってきたんですけど、今日あのうち住んでるとこめっちゃ田舎なんですよ。あの田舎であのケンタ飲みしたいんですけど、ケンタ飲みできるとこがなくて、ケンタ飲みできるとこないですよね、田舎すぎて。今日はもう無理くりケンタ飲みを家でしたいと思います。無理くり。まず何を言ったら、あでケンタ飲みだとこれあのプレモルちゃんということで、あのプレモルちゃん買ってきましたね。なんか調べたらなんかケンタ飲みってあれらしいですね、あのプレミアムモルツが飲めるらしくて。うん、ああなんか生ビールも出してるとこあるみたいですね、わかんないですけど。よしよ、これあれコールスローかと言いましたね、コールスロー。じゃがーん、コールスロー、ちょもう腹ペコな、ちょっとコールスローから食べますね。いただきます。おわ久しぶりですね、このコールスローちゃん。うんうんうん、うまし、これ東北限定パッケージですね、これラッセラーラッセラーって感じで東北限定のパッケージですね。今年あのねぶた行けなかったのでちょっと、うん、寝て物みたいな感じですね。どっちから食べたの？なんかこれ新発売のやつ買ってきましたね、これ新発売のムチョス、これムチョスっていうやつらしいです、ムチョス。なんかこれあれや、このなんかチラシに入ってたんですけど、なんかこういうやつですね、ムチョス。これこれですね。ちょっとなんかお野菜とかたくさん入って美味しそうですよね、これ。このムチョスさんをちょっといただいていきたいと思います。うん。ここからどうやって開けるの？開け口に指をかける。上へ開く。ああ、すごいですね。こうなって。ハイテクですね。これを上に開いて、おお、パッカーン。あららら、なんとも画期的、ちょっと。めっちゃ画期的ですね、ちょっと。うわあ、すごい進化してますね、もう今。めっちゃこれ食べやすいじゃないですか、これ。なんか後ろのもうこれ生地がこんな感じですね。いただきまーす。あら、なんかお野菜もちょっと垣間見えますけど。いただきます。うん、うん、おいしい、うまっ。あー久しぶりのケンタの味ですね。うん、グッセンさん最近ケンタッピーしてますかということで、ケンタッピーと言ったらもうあのグッセンさんですよね。うん、飲んでますかということで、いや美味しいですね、このうまい、久しぶりの。簡単な。お野菜もでも出てこないですね、なかなか。レタスとかしか。なんかこの写真だと、いろいろこう上の方にこう、野菜が散りばめられてるんですけど、中の方に入ってるんですかね。うまっ。で、トルティーヤとかは、この、何の、生地っていうんです、カレーなんとかの大好きなんですよね、なんとか無性に食べたくなって、あのカレー屋さんとか行きますね、あのインド人がやってるような。うん、これいいの貼ってあったんです、これ。うまいビールは夏一番のご褒美だ、イエー、これいいっすね、この歌い文句ちょっと。夏一番の、これもビール党のセリフですよね、もう。うまいビールは夏一番のご褒美だそうです。
ラッセララッセラツーだ。うん、うまっ。からのこれなんかダブルレッドホットセットがってきましたね。ダブルレッドホットセットだそうです。このレッドホットチキンとレッドホットチキンとレッドホットシュリンプですね。すみません、かみかみで申し訳ないんですけどあれこれ何、すごいなんかポテトの形がやばいですよこれ。これ何、カーネリングポテト、そうカーネリングポテトだそうです。なんかやばいんですけどこれ形が、すごいやば、私の髪の毛みたいです。私天パまではいかないですけどめっちゃ癖っ気なんですよね。あのコテとかで巻いてなくても巻いてるでしょって言われるぐらい私の髪の毛みたい。うわすごいですねこれカーネリング、カーネリングってますね俺、めっちゃリングってますね。おいしい。普通のフライドポテトに比べて食べ応えがありますねこれ。うわ久しぶり、なんかこういうジャンクな感じですね。あこれが多分レッドホットチキンですかね。これあの辛いのセットで買ったので、レッドホットセット、辛いやつなんでちょっといただきますねこれ。速攻に骨が当たったみたいな。美味しいけどあんまそんな辛くないですね。うまいけどそんな辛くない、なんかこれ平べったい感じですねこれ。わかります、べちゃってした感じですね。骨が食べて速攻。ケンタッキーもなんかいろいろ形が様々です。ああ辛い、きたきたきた、イエイ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 、ワー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 、イエイ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 、サバイバルダンスですよこれ。ちょっと辛さが来ました、後から来ますこの辛さ、やべえテンション上がる、うわーテンション上がりますねこれ。最初口に入れた時全然辛くないですけど後から辛いの来ますね、後から辛いの来ますよ。まあちょっとイエーイ、うわーやべえ覚醒モード突入しますこれ。あちょっとそしてあれを持ってくるのでちょっとあれやってまーれやってまーれということで、やってまーれやってまーれやってまーれということで、これもちょっとジャケ買いしちゃいましたねこれ。青森ねぶたって見えますかねこれ、青森ねぶた祭り、ちょっとこれ朝日のスーパードライさんにちょっとこんなあれがされてて刻印が。思わずもジャケ買いしちゃったんでこちらも飲んでいきたいと思います。やってまあ、やっぱ今年ねぶた見に行けなかったんですね。あもうあのしつこいようですけど、しつこいようですけどちょっとあの今年ねぶた祭り行けなかったのでちょっと乾杯でーすということで。うまし、すごいですねこの限定パッケージにやっぱそそられますね。なんかおーいい感じ、これちょっと祭り気分がちょっと味わえるんじゃないですかこれ。ねぶたちゃんのちょっとこれ見えますかね。パーティーパーティー。うはうはっすねちょっと、からのコールスローみたいな、なんか友達が家でコールスロー作ってるって聞いてびっくりしました、すごい料理好きな子なんですけどコールスローも自分で作っちゃうみたいな、すごいですよ。でもケンタにプレモル合いますね。イエーイ、これぞまさしくケンタ飲み出せということで、わーいいっすね。こっちはあれちゃんと書いてますよ、後がけソースで辛さ完成、レッドホットシュリンプ、イエーレイ、あれ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 、あこれですね、このソースをかけて辛さがシュリンプ用ソースをかけて完璧な辛さになるってことですね、これ。
すごいな、ちょっとテンションありますね。ケンタッキーで辛いの初めて食べましたね。おー、すごい、リアガジン結構もうすごいカリカリななんか感じですね。なんか食べなくてもなんかカリカリって音がしてきそうな感じなんですけど、これちょっと意味がわかんないですけど、ねぶたちゃんもうまいし、じゃあそのままでちょっとまず最初いってみますね。このままでいきます。シュリンプ、シュリンプ、あ、おいしい。これこれでも、もうやや辛ですね。結構噛んでるうちにもうなんか辛に伝わってきますね。よっしゃ、これをソースをかけてみますね。シュリンプソースってどないやねんって感じですけどね。初体験いっていますね、これ。ちょっとじゃあ、おお、やばいやばい。いただきます。マストよ、これマストよですね。うまっ。うわうわうわ、これこれやったらあかんやつやんって感じなんですけど、うますぎちゃうんですね、これ。このソースがまだいい味出してますよ、これ。うみゃー、生きててよかった。やってまーれ、やってまーれー。やべえ、今日祭りですね、これ。ケンタ祭りですね。うわ、辛くてうめえ、そしてみたいな。ビールに合う。やばい、もうプリン体、プリン体、オーライオーライですね、もう。あー、うますげえ。ちょっとこのシュリンプソースをこのこっちの方にもこうかけてみたいと思いますね。ちょっといいですか、調子乗っちゃって。調子乗っちゃって、これかけてみますね。これかけてみました。わっちゃ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 からのカーネリンが、やべ、止まんなくなりますね、これ。うまー。これにもちょっと調子乗っちゃって、あのリリアさん調子乗っちゃって前、ね、パクらせてもらってるんですけど、ちょっとこっちのムチョスにもちょっとつけたいと思います。ムチョスさんにもちょっとこのシュリンプソースをですねかけてちょっと楽しんでいきたいと思います、食を。イエーイ。いや、このソース生かしますね。大成功なり、コロスケも大感動なりみたいな、コロスケちゃんも大感動な味ですね、これね。うまっ。辛いの好きな方はもう絶対いいですよ、これ。あの程よいビリビリ加減がたまんねえぜって感じで。うまっ。あー、これはもう夏バテに効きそうな感じですね、これ。熱中症なんてどこ吹く風みたいな感じで。じゃあこんな感じで飲んで食べていきたいと思います。